ご覧いただきありがとうございます。ちんちんです。熱帯植物栽培家の杉山拓美さんによる村長の直売所で幸運にも買うことができました。早速お尻をきれいにして浅めに張った水の中に入れて窓際に置いておきました。3週間後、水差し1週間目から外に出しておいたらブヨブヨ腐ってきてしまったので悪いところをカットしました。カットした翌日、切り口も乾いたので腐った葉も取り除いて再び水差しで外の日陰に置きました。再チャレンジから20日後、小さな根っこが出てきました。水差し再チャレンジから1ヶ月後、どうもまた腐ってきたような気がして、もう鉢に植えちゃうことにしました。鉢はセリア、穴が開いてないので自分でブリューで穴を開けました。底石にヤシガラと大粒の赤玉、植え込み部分は小粒の無機質622と猫のふわふわという細かいヤシ繊維をさらに混ぜました。中心に配置したら抜けないようにぎゅうぎゅうに詰めました。濃度いろいろ試してみたんですけど、ヤシの弾力って根の出る柔らかさや湿度の高めというのはキープしつつ、苗が抜けないようにするバネの役割もあるように気まして、最近のお気に入りです。水やりをして用土を締めたら飾り石で株を固定しました。石を入れると鉢が重くなるので風速5キロの台風でも無事で過ごせました。環境が変わったので風も日差しも弱い地表近くでしばらく用土をしてもらいます。ご覧いただきありがとうございました。